NHK 党参議院議員の浜田聡でございます。10月27日木曜日12時30分を回ったところでございます。私先ほど後ろの倉敷市役所においてパスポートの申請をしてきました。11月7日以降、受け取りに来ようと思います。